こんばんは、マチカフェ TV の藤島です。今日はもうニュースをネットニュースを見ながら晩酌して、ああでもねこうでもねというダラダラ放送まあ簡単にね今日は、切り上げたいと。まあ書面の作成を相変わらず継続してやってますね。いやもうこの前草刈りやって本当片付けも進んできて、ようやくなんか引っ越しが終わったんじゃなくて、引っ越しと片付けが順調に進み出したっていう感じがしますね。なんかちょっと本当に安心しました。こう急にふっくらして草刈り以外何もしてないから。さあ、つまみはよいしょ。今日は芋焼酎。私はお湯割りを割と夏場でも飲むんで、ぬるくなったやつをね。芋焼酎のお湯割りの中に、これはね。雑草なんだけど、外の庭にあるチカラグサっていうね、チカラガヤ、カヤですね、カヤ、まあ、どこにでもある道端にあるカヤ、まあ、イネ科の植物なんで乾燥させると干し草のいい匂いがするんですね。それをこう2本ばかり浮かべて、それをね湯冷ましのお湯の中に入れてチンして温めて芋焼酎を入れたものです。香りがいいというか、こう程よくまとまるんですね、香りが。安い芋焼酎しか飲まないんで、ちょっとこうまろやかになって高級感が出るっていうんですかねで、まあ冷めてますけど湯豆腐、庭で採れたスモモ、もう早く食べないと傷むからね。皮むいて悪いところは指でも流水で削り落としてあるんですよ、指でね。で塩漬けの青梅ですね、自分で作ったやつ。庭で採れたスモモと自分で作った青梅の塩漬け、こういうのがいいでしょ。ね、で、甘長唐辛子、これは塩コショウ、オリーブオイルとニンニクでフライパンでさっと炒めたものですね。で、玉ねぎのスライスなんですけど、お酢が入ってて、でじゃこ、固めのカチリってこっちじゃ言うんですけど、固めのちりめんじゃこ、カチリが入ってます。まあ、ヘルシー系ですよね。はい、そんな感じです。よいしょ。はい、じゃあお疲れ様です。晩酌ブッシュワーです。まろやか。あ、そうだ、原発事故かな、気になるニュースがあります。ブッシュワーということでね、ちょっと気になるニュースがありますよね。これこれ、人工の放射性物質を含む雲が北欧上空を覆う、ロシアの原子力発電所が破損した可能性があると。ヨーロッパ北部スカンジナビア半島付近で人工の放射性同位体が発見され、大気中の放射線量が急上昇しているという報告が上がっていますと。AP 通信はロシアである原子力発電所が損傷した可能性があると報じていますと。フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの放射線及び原子力安全監視機関はスカンジナビア南部や北極圏に流れてきた雲から人や環境に影響がない程度に少量の放射性同位体を発見したと報告しましたと。人や環境に影響がない程度に少量だということで、まあ
包括的核実験禁止条約機関準備委員会。のラッシーナ・ゼルボ事務局長は6月26日、あ、もうずいぶん前なんだね、ツイッターでスウェーデン当局の放射線監視センターがヨーロッパ 北西部空域でセシウム134、セシウム137、ルテニウム103のわずかな増加を検出したと改めて発表しました。はいはい、つまりその原発事故でもなければ環境にはな漏れ出るはずのない放射性物質を検出したということですなんですね。損傷した可能性があると見られる原子力発電所としてコラ原子力発電所とレニングラード原子力発電所が挙げられています。特にレニングラード原子力発電所は1986年に事故を起こしたチェルノブイリ原子力発電所と同型の原子炉が4基設置されており、施設の老朽化が問題となっていました。しかしロシアの国営通信社であるイタルタス通信によれば、ロシアの原子力発電事業者であるロスエネルゴアトムは、コラ原子力発電所とレニングラード原子力発電所は2020年6月に至るまで変化がなく放射線量の増加には関係ないと主張しましたと。2017年には通常レベルの1000倍にもなるルテニウム106が検出されたということなんですね。まあこのロシアとかやっぱり中国のこの独裁体制の国っていうのはもう情報がちゃんと出てこないからそこが怖いですよね。自国のミスは出さない、これが怖いですよね。まあ日本もなんかあの安倍政権のそんな雰囲気が漂ってますけどもね。よいしょ、さあ大事に至らなければ、大事に至らなければいいですけどもね。あとはこれですね、泉佐野市が、ふるさと納税の裁判で逆転勝訴したと。昨日のニュースでしたよね、ふるさと納税。まあふるさと納税のことがどうというよりも最高裁がちょっとこう国寄りじゃない判決を出したということに私はちょっとやっぱり敏感になるんですよね。あれどこだったかな、これだ。以上の男性の皆さん、宅配弁当満足してますか。泉佐野市は過度な返礼品を提供していたなどとして去年6月に改正されたふるさと納税制度から除外されました。市は処分の取り消しを求めて裁判を起こしましたが大阪高裁で退けられ上告していました。判決で最高裁は国がふるさと納税制度の適正基準として示した告示のうち過去の寄付金募集の状況を問題とする部分は違法で無効だと指摘しました。その上で市側の逆転勝訴を言い渡し確定しました。泉佐野市の主張が全面的に認めていただいたということの内容でございますので本当にまあありがたく嬉しく思っております。国に勝つことができたというのは地方の自治においては新しいこう
一方、今後総務大臣の指定を受けて泉佐野市はふるさと納税制度に復帰することになります。泉佐野市は過度な返礼品をで無効だ。まさにね、まあその判決の内容がどうとかいうよりも、裁判所がこう国の圧力に対してこう目の前にある事案にこうまっすぐ向かって、でいいか悪いか判断する裁判所のそのままの姿を、示したというところに非常に私はこう敏感に反応してしまうわけですよね。まあご存知のように高知白バイ事件も陸山会事件もですね、裁判所が国の国家のその中枢の圧力に負けてねじ曲がった判決を出してますのでね、これはまあ一つのその流れとしてね、当たり前のようなんだろうけど、実はこの国の裁判は当たり前に行われていないので、まあ、そのあたり私は非常にこう気になるニュースでしたということですね。うん、あとサンマがまた取れないんですかね。旬の初物として北海道沖で取れるサンマは今年も厳しい見込みです。来週サンマ流し網漁が解禁されるのを前に今日見通しが発表されました。流し網漁の対象となるサンマの、まあ、北海道への来流量は非常に少ないということが、まあ、予想されます。北海道の道東沖のサンマの流し網漁は不漁が続いていて、去年の初水揚げはわずか446匹、重さにして 48.5キロ、10年前と比べると800分の1の少なさでした。不漁の予想の中、小型漁船1隻が漁に出る意向を示していて、早ければ来週中にも生のサンマが釧路で水揚げされます。サンマがね、このドローンも気になりますけどね、ちょっと待ってくださいよ。海水温、サンマやっぱりこの間雨の話をしましたけど、こう海水温が上昇してずっとこう北へ北へ雨のこうね降る範囲もこう台風が通る道っていうんですか、非常に北上しているので、こんなもんかな。ね、これが日本列島で、まあ、海水温がこう21度、18度、15度、この暖かい範囲がこう上に上に北に北に行くんですよね。で、サンマはさっきのニュースでもあったように北海道の東側の海域で取るっていうことなので、これがまあ押し上げられて、普段前はこの辺りで取れてたものが、まあ、この辺りで取れてるような格好になるんだろうと。まあ、そうするとこう燃料がこう随分かかるようになるわけですよね。近海で取れていたものが遠くまで行かないと取れなくなるということになると、まあそういう意味ではこう
いろいろ研究もされているんでしょうけど、資源の枯渇っていうことがあるのかな。まあ急にこんなに激減するっていうことは、やっぱりその群れが、北に、まあ普段取れてる漁場から群れが離れたということなんでしょうからね。サンマはもう大好きなんでね。いやでも本当にこう炭火で焼いたサンマにカボス、すだち、どっちだ、カボスか、うん、カボス、絶望的に合うっていうのはあれでね、背中の青い魚に小さなこの青い、土佐のソーダガツオ、メジカっていうんですけど、あれをこう刺身で食べる時なんかは、すだちね、すだち、すだち、サンマはカボスかな。もうなんか相性抜群ですよね。これはこれはというようなねことを、言いたいですけど、あ、猫逆万事さん、コインありがとうございますね。まあまあよいしょ。このぐらいだけど本当にね、香りが豊かで、値段のつかない安い酒っていうのは、要するに香りが良くないんですよ。アルコール分は入ってるからね。でアルコールっていうのは基本的にはその精製すれば無味無臭なので、やっぱりその醸造元のですね、樽だとか原材料だとかについてる匂いがその酒に移ってくるんですけど、こうやっぱりその安い酒あんまり、まあ、毎日飲むから高い酒をガブガブというか、その気を使わずに飲めるのが一番幸せなんですよね。高い酒はもったいないなってちびちび飲んでも全然美味しくないからね。まあガブガブ飲むわけじゃないけど、気兼ねなく飲める、そういう意味で、まあ安い酒の中でもあまり癖のない、これがいいだろうなって選ぶでしょ。でそれをこう自分の一時こうよもぎをやってたけど、よもぎがちょっと強いんで、いろいろ考えてこれがいい、非常によろしいまあサンマもね、取れてほしいですけど、さあ、でこれは今度はイナゴ、バッタが大量発生した、まあ、たまに10年に1回ぐらいですか、ニュースで聞きますよね。10年に1回もっとかな、20年に1回ぐらいかな。僕もその子供の頃と随分昔にイナゴ、ね、大量のバッタが発生して、食べ物を食い荒らしているみたいな、ニュースをこう過去に、覚えてますけど、なんかドローンで戦ってるみたいですね。空を覆い尽くす大量の黒い物体は砂漠飛びバッタです。5月から東アフリカを中心に大量に発生している砂漠飛びバッタの大群は南西アジアのインドにも到達しました。砂漠飛びバッタは雑食で、大群を作ると広い面積の農作物なども食べ尽くすため、食糧難を引き起こす恐れがあります。インド政府はドローンを使って大群に殺虫剤をまくなど必死の対応に追われていて、バッタの 60% を退治した、退治するため4機のドローンを配備したが非常に役立っていると、ドローンの効果に期待を寄せています。すごいね、ちょっと待てよ、4機のドローンで追いつくす大量の黒い物体は砂漠飛びバッタです。5月からちょっと待てよ、必死の対応に追ドローン 4機
たった4機のドローンで殺虫剤をまいて 60% 退治したって、もう100機ぐらい使えよインド政府ねえなんだよ。ああそうですか。まあね、ドローンがこういうところで役立つんですね。いやいやいや、素晴らしいんじゃないですか。ドローンは本当あの田舎のいろんなものに役立ちますよね。追われていて、バッタの 60% を退治した。退治するため4機のドローンを配備したが非常に役立っていると4機のドローンで 60% 退治したと。まあでも必死にやってるんだろうからね、笑っちゃいけないのかもしれないけど。さて、旬の初物として北海道沖で、あとはなんだ、お、新しいニュースが入ってきましたね。この藤井七段の8大タイトル王位戦に挑む藤井聡太七段、この藤井くんのニュースは和みますよね。本当に和む。午前中に食べたおやつがこちらです。ブルーベリータルトとアイスコーヒーでした。これみんな食べてる。インターネット中継を見守っていた人からは早速こんなリアクションが。対局で目が疲れたのかな。ブルーベリータルト食べたいおやつを提供した。明日みんな食べる。豊橋市のホテルによると、藤井七段は特別なスイーツメニュー13種類の中からブルーベリータルトを選んだそうです。計算してやってんのかな。やるな藤井君注文のブルーベリータルト、めっちゃ美味しそう。ファンは今タルト買いに走ってるのかな国産ブルーベリーの出荷のピークは7月。ブルーベリータルトはこの時期になると各地のケーキ店で登場する人気メニューです。こちらは今日から販売が始まったばかりのブルーベリータルトです東京青山のケーキ店キルフェボンのブルーベリータルト、私あの風の谷のナウシカのオウムにしか見えない。そんなこと言っちゃいけないのかな。ルートは生のブルーベリーをカスタードクリームの上にふんだんにのせました。人間っていうのは本当に気まぐれなもんだよね。藤井くんが食べてるのが美味しいとか言って、俺が食べてるのはじゃあどうなんだっておっさん方。こんな甘いブルーベリー初めて食べました。すごい、タルトもサクサクですごいとか言って、はい、ブルーベリータルトです。ちなみにタルトっていうのはあのバターたっぷりの小麦粉で焼いたこうあのタルト生地の上に何かが乗ってると全部タルトだからね。あの生地土台がタルトだから何かが乗ってるとそのタルトだからね。うん、だからまあまあせんべいもそうですね。醤油せんべい、塩せんべい、エビせんべい、まあどうでもいいか。私は青梅の塩漬け、自分で作ったやつをいただきます。酸っぱいしょっぱい。ああ、この酸っぱいしょっぱいが私にとってのうまい。うん、でこう食いと、うん、ちょっと特
感がすごく合います。ブルーベリーのしっとりとした甘さと。もう一杯作ってくる。ちなみに藤井七段、午後のおやつには牛乳プリンを選んだそうです。午後のおやつと午前のおやつ、まあ将棋はね、頭使うんでものすごく糖分補給が必要なそうですよ。みんな痩せてるもんね。あのメイウェザーが日本の製薬会社と座ってずっと必要なしスポーツ。将棋の王位戦で先ほど封じ手が行われました。その時の映像です。封じ手を行ったのは木村和樹王位で、今日の最後の一手を書き入れた封筒を手渡しました。で、対する藤井聡太七段はこの封筒にサインをするんですね。で、この封じ手という仕組みを体験するのは藤井聡太七段初めてです。2日かけて行われます王位戦では1日目の最後の一手を明かさずに、封じ手とすることで相手の棋士が一晩じっくり考えるという不公平が生じないようにしているようですね。いろんなルールが分かりますね。明日は封じ手の紙に書かれた一手から対局が始まります。ちょっともう一杯作ってきます。タイトル挑戦がかかった大一番にもいつもと変わらぬ表情で盤に向かう藤井七段。一方、上座で対峙する永瀬拓矢二冠、どこか期するものがあるようです。今回負けられないという強い意識を持って臨まれていると思います。3週間前、棋聖戦のタイトル挑戦がかかった対局でも向かい合った2人。永瀬二冠は藤井七段に敗れ、最年少タイトル挑戦の記録更新を許しました。天才と呼ばれる藤井七段に対し、現在20代で唯一タイトルを持つ永瀬二冠は努力の人として知られています。将棋に才能は必要ない、必要なのは努力だけと公言し、好んで揮毫する言葉も根性。はい、今回これは湯冷ましに、さっきの葉っぱ継ぎ足しで、湯冷ましと芋焼酎ですね。あ、香る香る、これでいいんだ。ほのかに香るというか、まあ要するに安物の酒をごまかしてるわけでね、別にどっちことないんだけど、まあこんな感じで、テレビはないんでアンテナも立ってるんだけど、テレビつなげても電波が来ないんですよ。で、電気屋さんに相談したら原因がよく分かんないと、3、4万かかるんじゃないですかとかって言うから、いやいや、もういらないです、いらないですネットで、ネットのモニターにしてあるんですね。この、ノートパソコンの、拡張画面にしてるんですね。1、つながって2と、拡張画面で、これは私のノートパソコンの大きい画面になってるわけですね。ノートパソコンが別のものを写してるんですよ。つながってる、拡張って、同じものを複製するんじゃなくてね、なるほど。そんなストイックなところから軍曹と呼ばれる永瀬二冠と藤井七段。まあ、しかしこのやっぱり放射性物質の話がちょっとやっぱり私は気になりますよね。脱原発活動家なんで、まあ、大事に至らなければいいんですけどもね。野の花さんがすかさずコインを投げ入れたということはあと30分ということですね。もう
終わろうとしたんだけどまあまあやりましょうかね。なんか、どうなのかな、放射性物質の3日前、4日前皆さん動画では見てないんですかね、ニュースでは。私あんまりテレビのニュースを今見てないので、動画はネットニュースはまあチャラチャラ見てるんですけど、まあいいか。ちょっと気になるところを、これね、美味しいって嬉しい、キリン一番搾り。河野防衛大臣は航空自衛隊の主力輸送機であるこの体験搭乗し、ニュース災害時に対応できる機能を視察しました。まあ、河野防衛大臣が最近あの露出度が高いでしょ、保有していて航続距離がおよそ6500キロとハワイまで給油なしに飛ぶことができます。またおよそ100人が搭乗可能で、さらに UH-60 などのヘリや機動戦闘車、災害時に使用する化学防護車や野外手術車も運ぶことができます。河野大臣は埼玉県のね、河野太郎防衛大臣が最近こう露出度が高い、まあ私がなんだあれ、イージス・アショアの、配備計画断念というのをまあ自民党内で調整をせずに、抜け駆け的に、まあ河野太郎は麻生、それから安倍総理とは腹打ち合わせをしていると思いますけどもね、そこまで抜け駆けはできないんで、もう河野太郎が麻生太郎、そして安倍晋三にですね、ちょっともう私の方から抜け駆け的にやっちゃうから、いや河野が勝手にやっちゃったんだよねぐらいでボケといてくれますかって。で麻生も安倍も、うん、分かった分かった、もうそれで行こうみたいな感じには、そのぐらいの腹の打ち合わせはやってると思いますけど、まあ以前はね、岸田外務大臣ってものすごく画面にニュースによく出てきていたでしょ。大臣っていうのはみんな記者会見やってるんですよ。で最近小泉進次郎が全然出ないじゃないですか。まあマスコミってやっぱりそういうことをするんですよ。維新もね、橋本徹も大阪市長選挙の時に、まあ、今回のそのコロナで大阪知事選挙、今吉村さんですかね、もですね、やっぱりマスコミがこう取り上げれば取り上げるほど、でマスコミっていうのはそのいい面をぶち抜くこともできるし、悪い面をぶち抜くこともできるんですよ。それはまあ例えばもういい例が、私は去年の夏終わりに愛知県警名古屋市内の千種署に逮捕されてね、東京から5時間運ばれて17日間取り調べを受けて、まあ無実を証明して、出てきたんですけど、まあここのコメントを書き込む人で無実を証明して出てきたって言うけど、その証拠を示せとか言ってるけど、
あの無実証明して出てこなかったら今頃牢屋の中だからもう言ってる意味が分かんない。こうねちねち書くでしょ、うん、まあまあ頑張ってもらったらいいと思うんだけど、無実を証明できたからあこうやって、出てきてるんで、もう終わったかなと思ったけどもね。あれがまあ私も必死で冤罪だと、武国っていうのはこの虚偽告訴だということで、一生懸命立証して出てきたんだけど、あれ普通の人ならもう絶対やられてますよ。私普通じゃないんで、ものすごい集中力を示すんですよ、そういう時って。刑務官っていうその拘置所、皆さん刑務所と拘置所は違うんですよ。刑務所と拘置所は違う。この話はまた今度にしましょうかね。まあ要するに無実を立証したから出てきたんだけど、そうじゃなかったらもう刑事裁判にかかってる被告人になってるんで、不起訴になった。不起訴通告書みたいなのもあるんだけど、まあ、今度見せてもいいけど、どっかにあるんですよまあそうそう、虚偽告訴罪は犯罪なんですけど、相手がもう80歳のお年寄りなんで、刑法か刑事訴訟法か見てもらうと分かるんですけど、もうね75歳とかね、まあ、高齢のお年寄りはね、刑に処罰しない対象になるんですよね。で私にしてもまあその年寄り手錠をかけたところで、まあ、気は晴れるかもしれないけど、もう損害が大きいので、損害賠償請求でもうじっくり金取ってやろうと思ってるわけですよね、はい、そこはもう踏んだくりに行くからね、もうむちゃくちゃ取るみたいなで、まあ、河野太郎の話に戻ると、マスコミってね、やり方でどうとでもできるんですよ。いろんな大臣いるでしょ、その記者会見でああたらこうたらって言ってぶち抜いていいところをこう集中的にやるっていう、これはもうマスコミが次の選挙に向けて総理大臣候補を作ってるわけですよね。以前は岸田だったでしょ。でここはね、まあ安倍政権はもう終わりが近いと。でまあ各会合も行われて、どうするんだああするどうするああするってこうやってるんだけども、やっぱりね、ジャパンハンドラーズであるとか、ディープステートですか、まあ世間一般でそういうふうに言われている勢力、まあつまり、あんまりこう陰謀論的な言い方をしなくてもですね、アメリカと日本のこの戦後の濃ゆい関係の中で、アメリカの特殊な米軍であるとか、武器商人であるとかですね、まあ、そういうアメリカの中で莫大な利益に結びついている人たちが、この、まあ、この日本が位置する場所を極東アジアと言いますけどもね、ファーイースト、極東アジアのこの軍事プレゼンス、軍事戦略ですよね。日本というのはその中国、ロシア、このユーラシア大陸の玄関にある島国として、まあ、アメリカからすると不沈空母、沈まない空母と呼ばれているわけですよね。若い人も見るでしょうから、ごく当たり前のことを分かりやすく説明してますけどもね、まあ、せっかく野々花さんがねコインを入れてくれてありがとうございます。30分延長できたんで詳しく説明しますけど、日本はアメリカにとって、中国、ロシア、まあ、以前のソ連、いわゆるその共産圏に対するこうアメリカを代表とする自由民主主義の、国の一つのその足場としてですね、
不沈空母とこう呼ばれているわけですよね。まあ日本が米軍を受け入れて、そこから米軍機が飛び立つことによって直接中国の北京を叩けるわけですよね。これはもう非常に大きい、これによって中国は抑えられている。ロシアにしてもですね、日本っていうのはそのこういうユーラシア大陸がこうあってですね、ユーラシア大陸があって太平洋があって日本がこうあるとですよ、こういうふうに日本列島があってこう中国があってロシアがあると、このユーラシア大陸をこう 空から海から飛行機が戦艦が出ていくときにどうしても日本の領空領海を通らなきゃいけない。その時にですね、日本がこのイージス・アショーなり、潜水艦なり、迎撃撃沈する能力を持った 戦力を配備しておけばですね、アメリカにとってものすごくこう、先制攻撃的な軍事プレゼンス、軍事戦略的に非常に効果的な役割はを日本は地政学的に位置的な有利さでもってアメリカにとって欠くこともできない国なんですね。だから私が言ってるのはこの地政学的な論点から言えば、アメリカが日本をなんていう見捨てるはずがない。どんなに不利な条件を日本がアメリカに突きつけてもアメリカは絶対飲んでくるっていうのが私の簡単な論調なんですよ。ごちゃごちゃ言ってたら俺たちはロシア中国の味方するぞって、アメリカ何なのって、じゃあ日本中国ロシア三国連合とアメリカで戦いますかって言っちゃえばいいんですよ、案にね。というかもうロシア中国アメリカとね、日本はその地政学的な強さ、小国ですよ、島国ですよ、小さな国ですよ、でもね技術がある、国民の団結力がある、クレバー賢いですよね、でスマート、そういうこのコロナショックでも見せた、それから東日本大震災でも見せた世界が驚くこの日本の団結力、スマートさ、こういったものをですね最大の力として、ロシア中国アメリカに対してね、もう堂々と遠距離の日本が中心でまとめるんだぐらいのですね堂々とした外交をすればいいわけですよね。それが自民党のアメリカべったりを私が批判するゆえんなんですけども、とにもかくにも日本のここはポイントを解説、分かりやすくポイントを解説すると、吉田茂、高知県出身ですけどもね、吉田茂これは元外交官上がりで日本の総理大臣になってもうドン中のドンというか、とにかく日本の政治を、戦後の政治を牛耳った。これはアメリカと通じて、アメリカの利益の代弁者になったから吉田茂はドンになれたわけですよ。その吉田茂のやっていることをみんなが習って、あ、分かった、ああやればいいんだ、つまりアメリカの利益を代弁する政治家になれば俺たちは日本で総理大臣になれるし、ドンとして、ドンと座ることができるんだと。いや、ダジャレですよ、でもダジャレどうでもいいんだけども、そのこれを自民党の政治家はつぶさに見てきたわけですよ。そして、橋本龍太郎であるとか、純粋に日本の利益を代弁しようとした人たちは短期で終わった。小泉純一郎覚えてるでしょうかって、
コブッシュの、ブッシュ大統領の前でですね、エルビス・プレスリーの真似をしてですね歌を歌ったんですよね。まあ、そんぐらい俺はアメリカとくっついてやってるんだって言ってね、堂々と、まあ、あの小泉純一郎のあのさっぱりしたキャラクター私は好きでしたね。どうせ日本の小泉純一郎っていうのはあれですよ、いいところはね、どうせ日本なんてあのアメリカの言うこと聞いてなきゃ政治家で潰されてるんだから俺はアメリカの友達だよと、はい、アメリカにあのミサイル買ってやるから、はいはい2兆円ですかみたいなね、あの時にあのミサイル防衛システムを導入したんですよね。2つ、1機1兆円命中率 50% 以下だからねまあでも小泉さん脱原発も発表するしね、まああの正直な人ですよ。でその良くも悪くもどうであろうが日本は戦争に負けて、戦後70年、日本の政治家はアメリカの利益を代弁する政治家でなければ日本で総理大臣になれないということをみんなが知ってるわけですよね、うん、で、まあ小沢一郎さんなんかアメリカの利権をこそぎ落とそうとして、陸山会事件なんか起こされて、まあ、力をそぎ落とされちゃったわけですよね、まあ、そういうことを見てみんな勉強してるんで、とにかくそこは処世術として、世渡りの術として、上手に生きていくやつが日本で、威張れるわけですね。安倍晋三は1回目失敗して2回目に、十分勉強してきたので長期政権を築いたということです。でこの河野太郎もですね、もう分かるようにイージス・アショアはダメですって発表したと思ったらもうポーンとこう飛んで先制攻撃だってこういうことになってるでしょ。イージス・アショアももう10年前のシステムで日進月歩のシステムに追いつかないんですよ。で、役に立つかって言ったら絶対ボロが出る、不具合が出るんだと、あんなもの、だからもうダメだよと、それならばもっといいものを作りましょうという提案をしたんだと思いますよ、米国に。で将来もっと高いものを買うんでしょうね。で、まあ、あるいは中国ロシアの、攻撃システムに対する先制攻撃能力を日本が具備するということで、アメリカがお前いいこと言うな河野太郎総理大臣やってみるか、まあ、とにかく頑張ってみろって言って、もうその流れが生まれてるわけですよ。わかるでしょ、ニュース見てたらもうパッコ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 出てくるじゃないですか。で、今度はあの別のニュースであの香港の規制に関する法規制を中国全人代が可決したということに対するコメントが、茂木外務大臣、皆さん外務大臣今誰か知ってます？岸田の後河野で、河野の後茂木ですよ。茂木全然テレビ映んないでしょ、ね、河野太郎は外務大臣の時に結構映ってたでしょテレビに。で、まあ事案もその時の事案もいろいろあるけどもね、でも印象として岸田外務大臣の時にやたら映ってたと思いません？岸田ってあの外務大臣になるまで何ですか岸田ってっていう存在だったけども、外務大臣で顔を打ったわけね。で、安倍後継安倍後継って育てていったんだけど、やっぱりこううまくいかないんでしょうね。で河野太郎、河野太郎で小泉進次郎はまだ早いあのやつって言って、もうあの一回持ち上げといてこう落としたみたいなね、まあ、そういうことになってるわけですよ。で河野太郎、河野太郎も上手だから、まあ、この人はもう自分が総理大臣になるために生まれてきたんだみたいなあのことを堂々と言う人ですからね、まあ、アメリカあの防衛大臣やって、アメリカと日本のその軍事協力の中で、この人は勘がいいからいろんなものをやっぱり掴んだんでしょ。で逆提案する形でもうイージス・アーシャーはやめて先制攻撃の、中国とロシアを先制攻撃するだけの能力のある兵器で、まとめればいいんじゃないですかみたいな、
まあ、そういう動きにもなってますよね。で、河野太郎が提案したのか、アメリカから提案を河野太郎がうまくさばいたのか、そんなことはどうでもいいことで、実質そういうふうに動いてるんだから、もうね、自民党はね。ただ国民の危惧を煽らないように、まずもって自民党の、その総務会を代表してですね、総務会じゃないな、あれ軍事戦略委員会かな、まあ、中谷元さんもいたし、石破茂もいたし、なんとか御殿さんっていう、防衛大臣、元防衛大臣もいましたよね。まあ、そういうその日本の防衛大臣経験者の集まりで、まず出したコメントがね、自民党さすがやるなと。俺はあのコメントに洒落てるな、自民党さすがだなと思ったのは、したたかだなと思ったのは、イージス・アショアがダメだったから、イージス・アショアがダメだったからといって、一足飛びに先制攻撃能力を身につけるんだっていう議論をするわけじゃないんだと。そんなことをして国民の理解が得られないようなことにはしないと。まず国民の理解を得ながら進んでいくんだという、こう真摯な態度を見せたわけですね。もうこれにやられたなと。僕はもうね、この自民党の国防関係会議、昨日ですか、あったでしょ。で、その会議が終わった後で、マスコミはイージス・アショアが不備が生じていたんで、じゃあ、あれはどうしても必要だと、あれがなくなったら日本は守れないんだっていう議論で、高い買い物をしようということでやってたんだから、調査費だけで数千億円いってるんだから、もうすでにね。で、その黒川の検事長もほら、余人に代えがたいって言って、閣議決定して定年延長して、で、まずいなって思ったら麻雀賭博をでっち上げてっていうか、まあ暴露してさっさと辞めさせちゃって、林誠っていう人が東京高等検察庁長官になって、で、続いて稲田検事総長が来月辞めるよっていうことで、もう林誠検事総長が決まったわけですよね。別に、黒川じゃなくても余人にいくらでも変えられたわけで、イージス・アショアはもう他のシステムには変えられない、これがどうしても必要なんだって言って、国会もむちゃくちゃ通した挙句、これダメだな、ちょっと弱いなとか、もっと多分いいものが出てきたんだと思いますよ。アメリカの方で、北京でもモスクワでも、とにかく、まあモスクワはどうか知らないけど、だからハバロフスクだとか、このロシアのこの極東方面の軍事基地をですね、先制攻撃的に叩ける、兵器がアメリカの中で開発できて実用レベルになってきてるんだと思いますよ。それを購入するための布石ですよね。そっちの方がいいから、アメリカはどうせ買ってもらうならばね、相手が撃ってきたのを迎え撃つよりも先に攻撃できるものの方がアメリカにとっていいわけですよね。だからそれを代弁する次の総理大臣が安倍の後はいるわけですよ。すべてアメリカの利益を米軍の、そして、兵器紹介、大量殺人兵器を作る、グループの利益を代表する日本の政治家が出世して日本の中で総理大臣になると。まあ河野太郎は清濁合わせ飲むっていう政治家の、典型的な生き様を見せてるんで、自分はアメリカに飲み込まれるわけじゃない、しかしアメリカとのパートナーシップを大事にして、自分が総理大臣になるんだという、まあ、野心を隠していないということですよね。まあ最初のイージス・アショアのニュースの時にスカンと私の中に入ってきてですね、あ、これは河野太郎やりましたねと、総理大臣に向けてのパフォーマンスですねと。なかなかだいぶ後ろではもう計画がいろんな絵が描かれてるんでしょうねというコメントを 4,5 日前ですか、私しましたけど、やっぱりその粛々と自民党の中ではいろんな作業が進んでいるということですね。
まあ、野党はこういうゲートができないからね、まあ、全然、自民党の足元にも及ばないというところですね。まあ言っても野党がそんなことやろうとするとそのアメリカの勢力とかマスコミが寄ってたかって潰しちゃうんだから、小沢一郎さんみたいにね、まあ、そういう意味では、じくじたるものを私も感じておりますけれどもね、という説明でした。これなんでしょうね。イベントの自粛などでダメージを受けた9つの日本酒の蔵元が今こそ一つにとの掛け声のもと新しい日本酒を誕生させました。キーワードはアッサンブラージュです。混ぜちゃうんだ。200年以上続くこちらの酒蔵で日本酒をアッサンブラージュしたということでやってきました。アッサンブラージュ、アッサンブラージュ、そうです、アッサンブラージュ、かの有名なアッサンブラージュです。え、ご存じない？こんにちは。アッサンブラージュ、どういうものなんですか？アッサンブラージュ、ブレンドをすることですね。これを一つにしたっていうことですか？はい。混ぜちゃった。混ぜちゃった。日本酒を混ぜちゃった。全国、まあ、北は宮城から加えればいい、南は兵庫まで若手の蔵元のまた新たな可能性が出を混ぜるというアイデア、つまり日本酒のブレンドです。それぞれの酒蔵が個性を競ってきた日本酒の世界では初めての試みだといいます。それにしてもなぜ今は合わさるということが大切だと思います。酒造メーカーにもコロナの影響は及びました。飲食店の休業、試飲会などのイベントも中止になり、 PR の機会も失われました。こうした苦境を酒蔵の垣根を越え力を合わせることで乗り切ろう。アッサンブラージュ、ブレンドにはそんな意味が込められています。一蔵では表現できない足りない部分を補うというですよね。これまではタブーだった日本酒のブレンド、その過程を再現してもらうと、それはまるで理科の実験。9つの蔵が混ざり合った。果たして味は、香りが開いてますね。膨らんでますでしょ。まあ、複雑な味になるっていうことだよね。すごく角がない丸い輪郭のお酒になりましたね。若手のこう底力みたいな感じますね。グイグイ飲めちゃいますね。9つの味が一つになるって、そうですね、すごいですね。こうエネルギッシュですよね。単一の時よりもこう香りも味わいもすごく膨れ上がるのがね、このアッサン。まあ、ブレンドすると上等なものじゃなくて中等、そこそこのものをこう上等のところまで持っていけるっていう良さがありますよね。だからその経営の下支えになると、単品でポーンといけるやつはそのまま置いといて、まあ中等以下のものをブレンドにすると、まあお米の売り方と一緒ですよね。さあ、お腹が減ってもう動けないにゃ。まあ、神経回路が活発になり簡単に諦めない状態になるということです。ね、社会的上位にいていつもあの満腹状態にいてると、そういう状態だと足元を救われるっていうことでしょうね。逃げ回り始めたところで勝負あり、
空腹の魚が勝ちました。ね、ハングリー精神っていうのは魚で実証されたっていうことで、まあ俺もね